はい、皆様、こんばんは。今日は11月6日の、ボギーチャンネル、帝国よりかなり遅れまして本当に申し訳ございません。一生懸命ネタを考えていると時間が過ぎていってしまっておりまして、止まる。あ、猫パパさん、どうも。桜チェリーブラッサムさん、ニラ茶ありがとうございます。ニラミルクティーですね。カラフルヘレオさん、はい、それが塩サバさんに、南川内のあしこさん、はい、今日もよろしくお願いいたします。今日は火曜日の、夜、水曜日ですね。もう最近毎日バタバタしてて曜日までわからなくなってきました。本当に大変でございます。さて今日もいろんな話題があるんですけどね、今日はちょっと皆さんといろいろお話を詰めていければと思っておりますんで、またお付き合いのほどお願いしたいと、思います。さて今日最初に皆さんにいろいろね、問いかけをしたい話が実はあるんですけど、はい、これでございますね。ズケちゃんはノートパソコン熱暴走ということで、一度蓋開けて中 の CPU のところのゴミを飛ばすだけでもかなり良くなると思います。はい、さてこれ皆さんもご存知の首里城なんですけどね、在りし日の首里城でございまして、屋根には平石もちゃんとついております。はい、非常に綺麗な感じでね、いかにもなんか沖縄っていう感じだというふうに思います。あ、ホワイトさん、どうもニラ束ありがとうございます。肉球さん、はい、ニラちゃんありがとうございます。コシさん、いつもいつもありがとうございます。さてこれについて今いろいろね、物議が醸し出されているんですよね。はい、今ハラホロヒレアルさんが中華風カラーというふうに話が出ております。実は特に保守系の方々の間で今物議を醸しているのが、首里城の元の姿と今の姿があまりにも違うんじゃないかということで話が出ているんですよね。はい、これにつきまして私もいろいろ思うことが実はあります。まずこれ、まず竜の柱ですね。はい、竜の柱はこれは皆さん正面を向いているの分かりますか。あ、榎本さん、どうもこんばんは。ここでございます。ニラ束、はい、いただきます。それからマグロさんからもニラ束でございます。西山さん、特濃ニラミルクティーでございますね。がっつりと飲まさせていただきます。竜の柱、これまず、真正面向いております。これがまず復元された、首里城ではどうなっているかといいますと、なぜか竜の柱が大きくなりまして向かい合っているという感じになります。はい、こういったところはもう全く、向きが違うしね、大きさもなんか非常に大きくなっている気がしたりするんですけどね、これ何らかの間違いだったんだろうと思うんですけど、特に保守系の方々に今出ている不満というか、言論というのが、首里城はあのようなね赤い色ではなかったと、ね、ちょうど昭和の焼け落ちる前の姿はこれだったのかという話が実はあるんですよね。はい、でこれにつきまして私の考えを言わせてもらえれば、そもそもですね、この世界遺産として登録されているのはこの首里城のそのものではないわけなんですよ。実はこのね、再建した首里城が世界遺産に登録されているわけではなくて、実際にこの登録されているのはこれだったんですよね。はい、いわゆる首里城の遺構、はい、琉球王朝時代に作られた、首里城のいわゆる土台みたいなところが、世界遺産として認められているということでありまして、上のね、上の、首里城の建物そのものは世界遺産ではなかったんですよね。はい、なかったんですよ。だから皆さんがよく見てきた首里城っていうのはこの赤い色だったん
ですけど、これに対してね、特に保守系の方々から大きな批判がやっぱり出ています。昭和の頃の首里城とあまりにも、ね、形が色が違うと、屋根瓦もこんな色じゃなかったというようなね、いろんな批判があります。はい、石鹸男宮城さん、首里城は世界遺産ではございません。この建物ではなくて、この建物の中にある先ほどの、もう一度お見せしますけど、いわゆる遺構という、これが世界遺産だったんですよ。はい、これが世界遺産なんですよね。そうですね、白神さん、 逆に言えばそうなんです。はい、もう上のものはもう燃えちゃってるんで、世界遺産でも何でもない。はい、でカーターさん、首里城のね、城跡に琉球大学を建てた、当然それでかなりのね、史跡っていうのがやっぱ破壊されたというふうに私は思ってます。くまくまさん、どうもニラ束ありがとうございます。はい、でこのね、戦前っていうか、昭和の、戦争で焼ける前の首里城の姿がこれだったから、これに忠実に再現してないあの首里城は、中共、今の中国に媚びを売っている姿だという批判がたくさんあるんですよ。で、私は個人的にその批判は当たらないと思っております。なぜなら、沖縄っていうのは皆さんね、来た方は分かると思いますけど、はい、これが沖縄のイメージですよね。青い海に、赤瓦、はい、青い海に赤瓦、これが皆さんの沖縄のイメージだと思います。実際にこの赤瓦のお家っていうのは、沖縄の方言で英気、つまりちょっと裕福な人たちがこういった赤瓦の、ね、屋根を吹きました。で、そんなにお金のない一般の人たちは藁吹きの屋根でございました。で、あと、戦後ですね、普通の家庭のはブロック、コンクリートの瓦を作っております。で、これはただ置いてるわけではなくて、漆喰で止めてますんで、台風で飛ぶこともない、非常にがっちりとしているんですよね。で、これを見て皆さん、中共だと思いますか？中共、これは中国だと思いますかね？いや、私は全然思わないんですよ。ずっと前から、ね、沖縄に住んでて赤瓦を見てるんで、逆に赤瓦を見ると、あ、沖縄だなというふうにね、やっぱり思うわけなんですよね。まあ、青い海と空と赤瓦、こんなに沖縄のね、コントラストをはっきりさせるものはないというふうに、実は私は思っております。ですから、はい、さっきの画面に戻りますけど、これ確かにね、この戦前の建物に比べたらすごい極彩色で綺麗だと思います。綺麗、はい、すごい華やかだと思いますよ。あのボロボロのね、今にも崩れ落ちそうな姿からするとすごい綺麗だと思うんですよ。で、皆さんが中国のどうのこうのっていうのもあると思いますけど、私が問題にするのはこの建物ではなくて、その首里城で行われている、いわゆる中国を崇めるような儀式はおかしいと思います。でもね、でも私は世界遺産はこの建物ではなくて中にある遺構だということが、分かってますから、私は逆に新しいね、現代の首里城、はい、いわゆる観光の目玉としての現代の首里城として、このような形でね、私は作ったとしても何の不思議もないと実は思っているんですよね。なぜならこれには日本のね、優秀な宮大工の方々の技術、それからこの沖縄の赤瓦、この沖縄イメージの赤瓦がふんだんに使われており、その赤瓦一枚一枚はね、寄付をした方々が
の名前が後ろに書かれている赤瓦だったんですよね。で、極彩色でいかにもまあ南の島という雰囲気でございますけど、わざわざお金をかけてああいうみすぼらしいものを作ってですよ、これが世界遺産だとやる必要は私はないと思うんです。新たなね、いわゆる令和の首里城ね、新たに令和によみがえった首里城ということで、私はね、この色、このデザインで全然構わないと思います。まあ、当然ながら世界遺産としてこの首里城が認められるには、そうですね、もう100年ぐらい経たないと、認められないと思います。はい、白亀さん、沖縄に漆はあるのでしょうかと。実は沖縄漆結構やってます。琉球漆器というのがあるんですけどね、はい、ですから私はわざ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 お金をかけて、コストをかけてですね、こういったものを作るよりは令和の、ね、令和の時代の首里城、いわゆる我々がね、生きている時代に作られた首里城ということで、世界遺産云々ではなく、沖縄の一つのやっぱりシンボルとして新しいね、あの形で作っていいと思うんですよ。だって大阪城だってあれ、外見はお城ですけど、中身あれ確か鉄筋コンクリートで、エレベーターもあったかな、どっかのお城エレベーターあると思いますけど、それでも威風堂々と立ってますよね。それにやっぱり沖縄のイメージとして、あの青い海とね、赤瓦っていうのはやっぱりあるわけですから、はい、ですから形はね、形はあの基本的に忠実に再現をし、そしていわゆる令和の首里城として、こういったカラーリングをね、再び施して、あの後世に伝えていく。でこれがね、あの将来世界遺産になるには100年後200年後かもしれません。でもね、その間も火災も起こさないように重々気をつけてね、あのやっていけばいつかは認められると思うんですよ。ですから何もね、あの昔のみすぼらしい姿にそれを復元する必要はないと思ってます。復元するんであれば、あちびぬさん、こんばんは、こでございます。こういったね、きらびやかな新しい時代の首里城というのを作る。しかしここで行われているいわゆる朝貢、中国に対してね、あの額を地面に擦りつけて何度も崇めるような、ああいった、イベントはね、やめていただきたいというふうに思います。そしてこの建物をまた作るときには、この日本各地から優秀な宮大工の方々が集まります。で東南アジアからね、あのこういった木材もまた輸入し加工することになるでしょう。そしてこの赤瓦を沖縄でね、また、赤瓦職人の手で一枚一枚丁寧に焼かれていくと思うんですよ。つまり新しい時代の首里城としてですよ、私は蘇っていいんじゃないかな。だから本当に保守系の方々が、あの昔の写真を見て、この赤は品だとか、ね、中国の影響をあまりにも受けすぎてるとか言ってやってるのを聞くと、ちょっとやっぱり残念な気持ちになります。じゃあそういった人たちは沖縄の波照間島とかね、田舎に行きますと、本当に海沿いの風景のいいところに赤瓦の屋根がありますけど、それを見てこれは中国だというのかということなんですよね。ですからこのお城、私は世界遺産にする必要はないと思ってます。一つの新しい沖縄のシンボルとして、あの再建をする。ですからこういったあの色でね、作っても全然私は違和感を感じない。特にね、もう昔のと比べてうんぬんというと、屋根についてる平井氏にまで文句言わないといけないんです。ですから何でもかんでもやっぱり中国に結びつけて批判をするんじゃなくて、やっぱり沖縄の50年先、100年先のね、あの未来を見据えた上で、新しい令和の時代の首里城として、私は、このような形で蘇って
いいんじゃないかななんてね。いや、あゆいぽんさん、さすがにショッキングピンクはね、ふざけすぎかなと思うんですけど、このまんまでね、また復元をしていただきたいというふうにね、私は思っておりますし、赤がね、中共、確かに赤は中共を連想させますけど、だからといって赤い色が全部ダメだということはないと思いますし、この昭和初期のあのみすぼらしい姿をわざわざ作ったところでね、古い木材を集めてきて、それとも新しい木材をわざとね劣化させて作るんかということにやっぱりなるんですよね。ですから一つの沖縄のシンボルとして蘇るんであれば、私はこういった極彩色の綺麗な建物で全然構わないと。しかしそれはね、やはり100年後200年後に世界遺産としてやはり後世に残せるような、やはり素晴らしい日本の木工技術、そして沖縄の瓦職人が一枚一枚丁寧に焼いた瓦、まさにね、そういった人たちの思いを込めた建物であれば、別にこんな色でも全然構わないなというふうに思うんですよ。だからこれを見てすぐ中共に結びつけるっていうのは、私はちょっとね、ちょっとまあ正直残念な気持ちがします。ですから一つのね、新しい時代のまあ首里城、沖縄の新たなシンボルとしての首里城として考えた場合、わざわざ昔の姿に戻す必要はないんじゃないのかと。こういったのを喜んでね、見に来る人たちもいるかなと思いますけど、こういった形に例えば復元したとしても材料は新しいものですから、世界遺産として認められないですよね。ですからそういったところをね、やっぱり特に保守系の方々は何でもやっぱり中共に結びつけるっていうのではなく、その建物ではなく、そこで行われていたそういったイベントなどにやっぱり目を向けていただきたいなと。で、我々沖縄県民からすると、やはり山の上にね、赤瓦の綺麗なお城が建ってるっていうのは非常に見ててね、ああ沖縄だよななんてやっぱり思うわけですよ。我々自身もね、沖縄の一つのやっぱ象徴だよなと。ですからそれをね、やはり、このような形ではなく、赤いね、消失する前の形で復元をしてもらった方がいいかなと。だからこの昭和の頃のあれと違うと、復元するんだと、あの形でと言ってる人たちは、まあ、その人たちはその人たちの考えがあると思いますけど、私からすると沖縄の100年後200年後を考えた時に、それはやっぱりナンセンスじゃないかと。そして沖縄の守礼門もありますよね。あれも赤瓦ですよ。じゃああれも作り変えないといけないのかってことになっちゃうんです。はい、だからもともとはね、この首里城もこういった色が使われたかもしれないですよ。もう焼けちゃったので資料も何もないんですけど、まあ、再建のたんびにお金がなくて、ああいうね、黒い瓦になったかもしれない。でも現代のやっぱり職人たちが現代の技術で蘇らせるこの新しい首里城というのは、決して中共に媚びてるわけではなく、日本の優れた木工技術、そして沖縄のそういった瓦職人の一枚一枚にこもられた思いのね、結晶だと思えば、何も違和感は私は感じないし、逆にそれをね、二度とやっぱり消失させないように大切に扱って、100年後200年後に世界遺産にしてもらった方がいいというふうに思っております。ですが最近ネットの中でこの昔の首里城の写真を出してきて、これと違うっていうことですごい批判めいたことをね、私言ってるのを見て、本質はそこじゃないんだよなと。そもそもそれ世界遺産じゃないんだよと。そして問題にするんだったら、その首里城で行われてた儀式のことをやっぱり問題にしてほしいというふうに思う私で、ございます。さて、次の話題、ちょっ
ともう嘆かわしいというか、こういったニュースが流れてきました。琉球新報、安室ちゃんお願い、首里城再建へ楽曲提供を維新県支部が県に提言、予算確保は県主体でと。はい、下地美京先生でございますね。オレンジマンでございます。さて、彼が何を言ったか、はい、彼が何を言ったかというツイートをちょっと紹介したいと思います。こういったことをおっしゃっております。世界中の指導者の皆さんも首里城の火災については心を痛めています。この世界中、人々の思いを結集してみんなの思いで復元です。首里城復元税制度創設、法人と個人の寄付は大幅減免処置としますと。復元の歌を安室奈美恵さんに作詞作曲してもらい、みんなで販売しながら財源にしていきましょうと。私これを見てすごいね、嫌悪感感じてるんですよ。これってまさにね、首里城の火災の政治利用なんです、ね、首里城の火災と沖縄のいわゆる伝説的な、まあ、スターである安室奈美恵さんを引退してね、今やっとのんびりしてる時だと思うんですよ。それをね、首里城復興のためだからといってこうしてね引っ張り出そうとしてるっていうのはどうかと思いますよ。そう、あの桜チリブラッサムさん、引退した人なのにそんなことも尊重できないですかと。私もそう思います。安室さんが自分で出てきて首里城の復元のために私あのコンサート、一度きりのコンサートしますということでね、やるんだったらそりゃ止めませんよ。でも引退をして今人前に一切姿を現さなくなったこの安室奈美恵さんをね、勝手にね、あの作詞作曲してもらおうと。彼女作詞作曲できるんですか、そもそも。だってやっと今一般人に戻ってのんびりしてるんですよ。これって暗に強制になると思うんですよね。すると首里城復元税制度創設、あの野党ですからこの方ね、もうこれね本当に私はちょっと嘆かわしい、ね、こういった税制度創設、いや首里城の復元じゃなくてね、他にもやることいっぱいあるんじゃないのと。沖縄の場合ね、なんで首里城の時だけこんな制度を作ったりとか、あの有名な安室奈美恵さんを引っ張り出そうとかこういったことを言うのかなと。これってもう完全に自分の人気取り、思いつきで言ってるんじゃないかというふうに私やっぱり思うわけですよ。ですから私はあの安室奈美恵さんに作詞作曲をさせる、でそれをその費用は県が全部負担するんだと、そんなバカなことを言うんだったら、この下地美京さんとその仲間のね、あの維新の議員の先生たちの歳費を全て沖縄県に寄付すりゃいいんですよ、ね、俺はアイデアは出す、お金は県が出せと。それってやっぱり違うと思いますよ。美京さんが自分がその曲を作るための費用は全額出しますと、そういうんだったらまだわかるけど、それは県がやってくださいと、俺は提案しただけだと。いやーもう本当にね、みっともない。そう、ラプテンさん、その通り。いや、一番適任者がいるんじゃないですか。そうですよ、玉城デニーさんですよ、ね、歌って踊って半吉三昧、ね、首里城音頭とか作ってね、謝罪の歌とか作ってやらないんですよ。あ、和歌山真由美さん、そう、寄付が良いと。はい、いやでも本当にね、こういうふうに首里城の火災を、まあ、自分の支持につなげるために全然もう関係もない人たちまで巻き込むっていうのは私は大反対。そう、カルガモさん、ミキオ君、まず自分が寄付しよう、ね、口は出すけど金は出さないマグロさん、その通りで
ございますよ。だからもう本当にこういった人たちも見てたらげんなりします。それとなんとね、首里城の火災保険、県が把握してなかったって言うんですよ。これおかしいですよ。だって県は国から管理をね、異常されてます。そのね、実際の現場での管理を美ら海財団に回してるんですけど、当然ながらこれ費用が発生してるはずなんですよね。で、費用が発生してるっていうことは、これはね、何もしないで丸投げするはずはない。当然何にどれだけかかりますといういわゆる、ね、計画書みたいのがあるはずなんです。その中に年間の火災保険料いくらとか、ね、警備費用がいくらだとか、そういったの全部書かれてると思うんですよ。人件費がいくらとか、管理手数料いくらとか、はい、これね、県が管理してないっていうのは、ね、驚きなんですよ。つまりこのね、業務をね受注させる際、多分随意契約だと思うんですけど、受注させる際相手に出させた積算書、はい、事後計画書および積算書ですね、どれにどんだけかかるっていう積算書絶対あるはずなんですよ。それをね、県が見ていないっていうことになるんですよ。だって火災保険入ってたことすら分かんなかった、ね、国が受け取りになってるのも分からなかった。これ積算書があったらね、この年間の保険料240何万っていうのも分かったはずだし、実際にこの火災保険での保証額は70億円、それが 国がね受け取りになってるっていうのも分かったはずなんですよ。はい、議論に県は関与してない、財産の価値は保険会社が算定したと。いや、それはそれでいいですよ。でもそれってね、それって事業を美ら海財団に任せた後にやるもんなんですか。もともとこういったことも全部込み込みで予算を組んで事業をね委託するんじゃないですか。皆さんどうでしょう。事業をねとりあえずどんぶり勘定で受託した後に保険かけるんですか。違うと思いますよ。前もってね保険会社と話をして、これだけ保険料かかります、これだけ万が一の火事の時には保証しますと、そういったこともすべて積算書なんかに書かれるはずなんですよ。ところがそれを県が把握してなかったっていうことは、これはこういったね事業を受託するにあたって、美ら海財団が出してるであろう計算書もしくは積算書を県が全く見ていなかったと。はい、県が見ていなかった。つまりそういった細かいところも見ずに丸投げしたということになります。これって大問題ですよ。そして玉城デニー知事は、ね、こういった火災保険に入っていることすら分からずに火事の翌日、まあ、官房長官とかに押しかけおねだりをしたと。挙句の果てに、ね、首里城は必ず復元しなければならないと国に対して注文をつけた上に、国は沖縄県民と一丸になって、再建に取り組んでいただきたい、沖縄県はできる限りの努力をすると、まるでね被害者モード全開で、はい、今カータンさん書いてますよね。指定管理者を決めたのは県でしょうと、国から管理移植された時に県は指定管理者に丸投げしたんですかと。これは多分大問題になる。あ、どうも死神さん、特濃ニラミルクティーありがとうございます。これどうでしょう皆さん、こういったことも分からずに、保険入ってるかどうか保険料がいくらかも分からずに指定管理者に業務丸投げするんですか。普通ありえないですよね。つまり彼らまともな仕事してないんですよ。もう最初からこのね県と美ら海財団どういう関係か分かりません。もしかすると天下り先かもしれないですよ。でもそういったところにきちんとね内容も把握しないまんま投げて、そして結局
保険が入ってるかどうかもわからない、その受取人が国になってるかもわからない、そんな状態でおねだりをしに官房長官のところに押しかけたということになるんです。つまりね、玉城デニー知事は大恥をかきに行ったんですよ。これもしね、そこで保険が入っていることをね、官房長官に報告をするね、実は官房長官、これは火災保険に入れてありましたと、70億、国の方に入る予定になっておりますと、そういう話やったっていうの聞いてないですよね。一切報道されていませんよ。だって県知らなかったって報道されてるんですから、県が知らないことは知事が知ってるはずないんですよ。後になって分かってる。でも県民のね、税金で指定管理者に仕事を回している以上、県はこういった内容を把握してないといけない。それが分からなかった。もうね、今の沖縄県政、もう行政としての体を成していない。もう異常ですよ、これ異常すぎる。もうね、沖縄の方言で言うと定芸と言います。定芸、はい、ナンクルナイサーなんですよ、はい、もうね、県政も奪ったし、あとは俺たちの時代だ、ナンクルナイサーと言って、もうろくに中身も見ないで仕事丸投げしたのかということになる。今後これね、やっぱりかなり強く追及されると思いますよ、ね、県知事は官房長官に面会の際に保険の話をしたんですかと。いや、していません。なぜしていないんですか。分かりませんでした。総務部長、あなた方は指定管理者に業務を任せるときに、その積算書等の内容の確認はされていないんですかと。やっていました。やっていたら保険の件はご存知ですよね。なぜそれを知事にきちんと伝えないまま東京に行かせたんですか。答えきれないですよ。本当に県庁恥ずかしい。提言です。提言、当然批判されてしょうがないですよ、はい、でもね、再建費用、まあこの焼けた部分の、ね、かかった費用70億って言われてますけど、まあ、当時に比べると材料費も上がってますんで、2割ぐらいアップするかもしれませんよ、ね、80億ぐらいかかる可能性ありますよ。でもそのうちの70億は保険で降りるとなれば、ね、かなり財政負担は縮小されますよ。でもね、財政負担が例えば10億とか20億であったとしても、今やるべきかということです。私は違うと思う。やっぱり今やるのは、ね、この台風、そして自然災害でね、被害を被った地域の方々の生活のね、生活をやっぱり復興していくことが一番優先されるべきなんですよ。そういうふうにね、まずは被災地の方々が安心して暮らせるような、そういった状況をね、まず確保した後に、ぜひ沖縄の方もお願いしますと言うんだったら分かりますけど、しかしね、しかしですよ、この、はい、保険、受け取り額は70億になる保険を県が知らなかったと。指定管理者が県から仕事をもらうときに、こういったことも書かないで、後になって保険料を捻出できますか。できませんよ。最初からこれ見積もりの中に入ってると思いますよ。だから県がね、その額を決定するときに関与してないっていうのは、これは分かります。ね、美ら海財団が見積もりを作るときに、保険会社と相談をして作るわけですから。しかし、その作った見積もり書をね、積算書を見ることなく、事業を丸投げしたということは、これはね、もう行政として失格です。そして、それを知らないまんま、ね、いわゆる債権無罪。はい、債権無罪です。首里城再建のためだったら何をしてもいいという再建無罪が今横行してます、ね、これに反対する人間は非県民だと。再建無罪、その再建無罪の引導を掲げて東京に乗り込んだ玉城デニー知事、ね、自分たちがこの管理を受託したことは全くからっきし忘れて、まるで、ね、
被害者モードで国を責め立った。復元しろ、県民と一緒になって早期に復元してくれ、県はできる限り努力をすると。ありえないですよ、ね、こういったことがまかり通る今の沖縄県政、もうね行政としての体を成していない、もうね税金でねおまんま食ってる活動家といっても、これは私も過言ではないと思いますよ。はい、まあ、これはもうねこういった公務員の、いろんな、はい、入札とかそういった詳しい人が見れば一目瞭然だと思いますけど、また新しい資料とか入りましたら皆さんに、ね、提示もしていきたいと、思っております。しかしね、240万ぐらいの保険料、240万の保険料でしたかね、確か関係さんのに載ってましたけど、はい、これでさ違いますね、294万です。皆さん294万円もの年間の保険料が出る、ね、受託業務なのに県がこの内容を把握していなかった。ありえますか。300万近くのねこの費用がかかる項目、火災保険料という項目を県が知らなかった。ありえますか。皆さん絶対にありえませんよこんなことはね。つまりこういった積算書も見ないまんま最初からもう美ら海財団ありきで丸投げをした、うん、中身はもうあんたたちが作った方がいいんじゃないのっていう感じでやっちゃった。だから知事も知らなかった、知らないまんま国におねだりをしに行って後で分かったと。当然はい、県が知らないわけですから国も自分たちが受け取り人になってるなんて知らなかったかもしれないですよ。70億、皆さん70億円の保険金の受け取り人になってることをもし国が知らなかったとしたらこれどうしますか。おかしいでしょやっぱりね。70億円の受け取りになってることを受け取り人が知らない、いや知らなかったと思いますよ。知らなかったらこれどうなるんですか。ああ分からなかったがそれでいいさで終わる話ではございません。つまり沖縄県がねもう行政としての機能を失っているということになるというふうに私は思っております。はい、ということで、今夜の、はい、ボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。本当に嘆かわしいね、行政、嘆かわしい知事、嘆かわしい国会議員だらけで本当に私もう歯がゆい思いでいっぱいなんですよ。こんな人たちの本当に政治任せていいのかなと、ね、もう自分たちのためだけに政治してるんじゃないのかと思ったりしますけど、でもこれを変えるためにやっぱり努力はやっぱりねたゆまなくやる必要があるかなというふうに思っております。ということで今夜のボギーチャンネルちょっと遅刻しまして申し訳ございません。ここにて終了させていただきます。明日は木曜日ということで、一部ボギーチャンネルは21時、そして皆さんがお待ちかねの、はい、地上波ワンヌウムイは22時、まあ、当然ながら今回は HK 仮面さんが出ます。そしてね今回美咲ちゃんが出ないんでまたいつものようにビシバシ行きたいと思いますんで、皆さんのね手厳しいまたご意見などもどんどん紹介していきたいと思ってますんで、はい、MI ウィングインさんどうも、はい、今日もありがとうございます。ぜひ明日もねまた地上波の方にも遊びに来ていただいて皆さんの思いを皆さんの声をね沖縄の電波に乗せて多くの人たちに届けようと思っております。ということで今夜の放送、最後までお付き合い誠にありがとうございました。